こんばっちー、8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才外野手作成。左投げ左打ちの外野手、フォームはクイーンココロ。好きな球団は、球団固有キャラは出てこないんですが、ヤクルトでやっていきたいと思います。ということで、天才カードとヒーリングカード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていきましょう。初期値すごいね、ドン。今回なんと声後付けです。録画してたんですが、途中でね、録画ファイルが壊れてしまって画質どうしても落ちちゃうんですけども、いい選手ができたのでね、プレイ4の方で録画して、それを声後付けで撮っております。ということでね、ナイス回復。まあ、どこまでね、いい感じに喋れるかわからないんですが、ちょっとね、プレイの方はね、今回うまく喋れないかもしれない。で、赤おにぎりをどうにかしたいんだろうね。で、赤を消す、ナイス。で、まあ、やったんですけど、ちょっと記憶もね、だいぶね、飛んでるんで、普通に楽しんでいければなという、そんな感じ。補給。初期値200超えててよかったんだけれども、あまり伸びていないという、そんな感じでしょうか。で、ステージに宝箱なし。で、ガンダーがおる。でも、赤いね。赤いので、これはおそらく、そうだよね。シャッフルして赤をできれば避けていきたいと。ガンダーナイス。で、ハテナも2つ来た。いいぞいいぞ。で、ガンダーが逃げる逃げる。肩アップの超回復。いいね、超回復強いと。さあ、ガンダーさん、正面から会ってプロ入り、うますぎるでしょ。ただね、序盤でもらっちゃうとね、結局落としちゃうんでね、これ取って、あー、戻るのめんどくさいっていうので、そうだね、赤マス2つ踏んで、でも青しっかりと取ってゴールと。うん、ミーと B でだいぶ上がってるんで、いい感じからのステージ3、レクイエム。あ、ボナスで来たんだったね。で、まあ、このボナスでね、解説しながらやると、まあ、幽霊をね、とりあえず正面からごっつんこしていけばいいと。威圧感 OK? で、出てくるキャラすべてがね、幽霊に変わってしまうんで、またミーと。今回ね、アップデ後にやってるんですよね。10月28日、アップデがね、来て、選手能力変わって、ヤクルト、なんとね、山田哲人さん、それと山田哲人さんと村上くんについにパワヒが入ったというね、そんなようなアップデだったので、ぜひともね、そのアップデを楽しみたいなと思ったら、まさかのね、レクイエムと。残念です。で、威圧感持ってるからかな、オール1になってしまった。赤おにぎりが邪魔だったから、ぐるっと回らなきゃいけなかったんですけど、でもね、弾道どうしても欲しいからここまで来たという、そんな感じでしょうか。あとはまあ、ヒーリング持ってるからね、安心して動けると、そこも大きい。ナイス回復。もう一丁、赤が青。なるほど、今じゃない、弾道来たけど折り返すという、そんな感じかな。はい、ステージ3終了です。能力もね、だいぶ上がってきましたね。さ、ステージ4。ただまだ物足りない。やる気ないっす。いつ見ても同じこと言うだろうな。やる気ないっすと。やる気がね、どうしてもね、ないので。で、選手が3人、これはありがたくもらっていく。矢部くんも欲しいし、ただハテナマス、ミートからの宝箱、ナイス、近い。偉人伝で意外性プレラン。ちょっと渋いかな。で、ここで、カレンさんが振ってくる。渋滞してるね。選手がめちゃめちゃ渋滞しておる。ナイスミート。ただこれ能力的にはまだまだ上げたいと思ってるんで、上回りで行こうとしてると思うんですよね。綺麗に斜めに5人並んでたね。ちゃんめで、矢部くん、矢部くん、そう、今回のアップでね、へっすら矢部くん。うわー、プロ入り、そうだ、プロ入り落としたんだった、それ言ってえわ。今回のアップでヘッスラ持ちがめちゃくちゃ増えたんですよね。さあ、はてな。青マスなくなる。補給アップ。まあ、ステ4こんなもんか。
だいぶ伸びてはいるが、まだまだ伸びしろ足りませんと。ステージ5、ナイス初手回復で、博士いる、博士をうまく料理していきたい。ただそう、赤おにぎりとあれだね、シャッフルの奥にいるからどうしても会いに行けない、会いに行きづらいのでこっち出てこいと、そんな感じのことを言ってたはず。で、金縛りで博士が向こう側、もう強制シャッフルなんだけど、宝箱出てきて、無地輝くナイスで、赤鬼が出てきたのがすごく邪魔。シャッフルしようと思ったらカレンさん、もうこれはもう仕方ないんで、おっとシャッフル、カレンさん先処理するが、どうしても博士これ間に合わなくなっちゃうんだよね。ただまだ望みは捨てないと。守備ナイスで、鬼行って基本能力ナイス、弾道博士お願い、こっち、あ、弾道もう一個あったって言ってるわ。博士あーっといなくなってしまったが、こっからどうしようかなっていうね。ミートと弾道あるんでちょっとそんないらないと。だからこそここはシャッフルでしょう。うん、やっぱね、今思っても同じ動きをする。ミートいらんけど、これ宝箱まで行こうっていう、やっぱ攻めるプレイ大事って思ってる。ミートと弾道ね、いらないんですよ。宝箱からなんだ、守備、オッケーオッケーオッケー、ナイス。さあゴールまでどうしようかな。やっぱりハテナは攻める、無地輝き、ナイス。これは赤踏んででもパワーと、肩しっかり取って、回復マスがいろいろあるんだけど、青がなくなる、マジか。そうだ、青がなくなったんだ、超回復。今もうそんないらないんだよね、青マスが出てこない限りはいらないんだよ、減少。まあ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 、でまだ終わるにはもったいないので、シャッフル、ハテナマスを呼び込むと。ハテナマスあと1個あるから呼び込む。あと野球マンまだね出てきてない、野球マン出てきてないから、野球マンを待ちつつ、来たー、オッケーですね、これは。でとりあえずここで会ってワンランクずつ上げる、ナイス、ひじり。さあどうしようかなと。星585、まだハテナマスあるから夢は捨てないと。夢は捨てずに、まだ遠い、赤踏んでまでね行く必要ないと思うんで、まあちょっと時間プラプラプラとヒーリング動くかな、動くかなと思いつつ動いてたかと思います。働かないね、プロ入りがあったらよかったねという、そんな選手でした。素晴らしい選手の完成です。それでは名前設定いってきましょう。はい、名前設定してきました。名前星585から小夜子くんという名前になりました。いかがだったでしょうか。初期値が星200超えで素晴らしかった。途中録画が止まってしまい、作成中は声後付けです。基本能力、それと特殊能力も噛み合っているので、オートペナント期待して回しみましょう。はい、1年間オートペナント回しきました。結果はこちら。打率3割5分5厘。ミート S100 お見事。威圧感も良かった。チャンメも良かった。今回1番バッターとしてよく頑張りました。ということで、208安打もちろん最多安打。そして46の2塁打、こちらも最多です。で、意外とホームラン35本。こちらはね、第5位と。まあ、パワー A 弾道4だったんですが、まあ、打ってくれた方ではあるけども、やはりミート打ちが多かったのかもしれないということでね。はい、あとは、86打点。今回1番バッターだったので、これは仕方ないかな。というよりも、上げてくれたかなという方でしょうか。でも、得点圏打率はね、通常よりも5分も落ちている。3割5厘と。ここは寂しい。あとは、三振が70個の、5割2分6厘の成功率でちょっと低いですね。あとは猛打賞24回もちろん最多、すごいですね。で、対左に弱く4部落ちておりますと。対右が3割7分6厘。あとタイトルこちらかな、4割5分の最高出塁ということで、 OPS は 1.066。 今回の小夜子くん、
取ったタイトルは首位打者、最多安打、最高出塁、新人王、ベストナイン、ゴールデングラブ賞の合計6つでした。いかがだったでしょうか？ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。